はい、作曲家のハイブリです。なんか朝から幸せなニュースがあったんですが、うん、その結果ですね、なんか数年前のデースヤモアスの切り抜きがめっちゃ上がってきて、僕個人的にはすごい恥ずかしい思いしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんばんは、おまじです。で同じく、幸せなニュースとともにですね、まあ、今日はねご本人いらっしゃらないんですけれども、いよいよもってして焦りがやっぱり出てきまして、僕自身も頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんばんは、ガミです。幸せなニュースでご本人いないとなると、高田さんの手術のことでしょうか？ちょっとそれいじりないわ、もう。それは絶対いじりない。絶対いじりない。冗談です。絶対いじりない。燃えろ。叩かれてほしい。いや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 、当然冗談ですよ。坂田さん、おめでとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ゲーム実況者の工藤です。結婚生活すごい憧れ、僕もあって。何するんですかね、やっぱ料理とか一緒にするんですかね。ちょっと、いや、す、誰も答えられない。うん、ちょっとごめん、未婚が多いわ今日。うん、あ、よろしくお願いします。はい、ゲーム実況者の慎太郎です。まあ僕はずっと一人で大丈夫です。はい。いずれ変わる。もう子供いるでしょ、本当は。白紙すぎでしょ。すごいね。はい、あざざこです。今日、竹野さんの代わりに参加してます。今日、初、スロット始めだったんですけど、超楽しかったです。よろしくお願いします。いいな、簡単やな。はい、スノーパイです。病院ちゃんと行きやって言ってくれる奥さんが欲しいです。よろしくお願いします。いいな。はい、よろしくお願いします。プテラ高橋です。私事なんですけれども、ついに、あさってね、内見に、行くことになりました。おー、ようやく僕もね、結婚への第一歩。結婚。結婚手足。結婚つながる。結婚ロードの。飛躍しすぎですって。一人暮らし、やっぱ。こんなための一人暮らしなの。結婚への第一歩です。よろしくお願いします。チャイナ。お願いします。仲間減るのか。はい、どうも、トータスです。今日は、奥さんと一緒にイオンに行ってきました。はい。まあそんなもんすよ、でも。はい。何でもないようなことが幸せだからな。トラブルです。トラブル。はい、羊飼い系です。おう、えい、イエイ、羊飼い系です。よろしくお願いします。ふるさと納税の額が2倍になることがメリットです。よろしくお願いします。なるほど。ちゃんと絶対今の恥ずかしがって ほんまに言ってへんやろ。そうそうね。じゃあ視聴者さんと挨拶してきてください。ミュートにします。はい、はい。どうでしょうね、ふるさと納税2倍になるっていうか、それは奥さんの分も K さんがやってるっていうだけでは。ふるさと納税自分でやる奥さんだったら2倍にはならんやろ。なんか奥さんの分というか、全額を K さんがやってるだけの話な気がするけどな。ねえ、まあうちも俺の分と母親の分全部俺がやってますけどね。届くのが2倍、それ別に関係なくない？一口ふるさと納税したら、うちの世帯3人いるんで3倍来ましたみたいなことはないよ。ふるさと納税ね。で、結局うちは今年トイレットペーパーとティッシュペーパーと、あと食い物少しになりましたね。31日に慌ててやりましたけど。でも魚さん、なんかみんなおめでとうって言ってるけどさ、あのツイート見る限り去年すでに結婚してたんでしょ？別に今じゃなくね。まあめでたいことですけどね、素晴らしいことですね。おめでたい。なんだろう、俺知らなかったし。え、魚さんってマイマイさんと付き合ってたんみたいな話だったから。
あ、そうなんだ。みんな知ってたのかな。俺は知らなかったな。いや、しかしね、昨日もそうなんですけどね、高田さんがいないと同説が多いんですよ。単純にたまに高田さんが休んでた時はさ、喜んでたんだけどさ、あれあれ？ちょっとそのジェネリック高田健志みたいな扱いには異を唱えたいけどね。あんな人間じゃないつもり、もっと人間できてるつもりだから。単純にどう高田さん視点から来てる人がいるんだけどさ、同説が多いことは喜ばしいんだけど、素直にね、喜んでいいのか。じゃあ高田さん帰ってきてもそっち帰らないで。じゃあもうこれを機に魂を浄化して高田さんのところに帰らなきゃいいじゃん。高田さん帰ってきたら同説100人でしたみたいなね。ああ、じゃあ戻りますかね、通話に。